ごめんなさい。お待たせしてしまったみたいね。大丈夫よ。私たちも先ほど合流したところだから。こちらが北洋のシャーレアン本国からやってきた頼もしい助っ人、クルル城よ。クルル。ご紹介に預かりました。クルルです。はじめまして。あなたが光の戦士さんね。うん。確かに強い力を持っているみたい。それから、お久しぶりね、アルフィノ君。ちょっと見ない間に背が伸びたんじゃない？アルフィノ君で。彼女は、シャーレア魔法大学時代の先輩でね、在学中に世話になったんだ。確かに、いっぱいお世話してあげたよね。若干11歳にして、難関の魔法大学への入学を許された天才少年、アルフィノ・ルベユール君。この子ったら、初対面の先輩たちに何て自己紹介したと思う？やめてくれ！あらあら、そんな頼み方でいいのかな？思い出話はここまでにして本題に入りませんか？お願いしますよ、クルルさん。エオルゼアに来てから少しは処世術ってものを勉強したみたいね。それじゃあ今後お姉さんには敬意を持って接するように。さて、アルフィノ君で遊ぶのはこれくらいにしないと。私が来たのはミンフィリアたち暁の皆さんを捜索するためなんだから。その口ぶりからすると何か手がかりを持っているの？手がかりというよりも手法かしら。大体の事情はタタルさんから聞いているんだけど、私の力で探し出せそうな人がいるのよ。エンシェントテレポで脱出したまま行方がわからないサンクレットさん。彼の痕跡ならたどることができると思うわ。それは本当ですか？ええ、魔刀野郎が持つ水晶の目を借りることができればだけど。どうやら詳しい話は魔刀屋を交えて聞いた方が良さそうね。みんなで魔刀屋の洞窟に向かいましょう。Next one, in the eye of the boulder.